2024年、3月29日、17時9分、今日昼間、まあ雲が少しぐらい、まあ朝方とかあったりはしたんですけども、見渡す限り、晴れで雲一つありません。で、今日も16時ぐらいの頃歩きました。結構こんならまあその時間帯かなと思って、で、まあその今日一日の私のコメントなどを聞いていただいても分かる通り、動画にアップロードしている内容、まあ非常に辛いところですね。で、まあ今年プロ野球なんですけども、まあ阪神タイガースはそこそこの順位を狙って、横浜ベイスターズが、リーグ優勝して日本シリーズ行ってくれたらいいんじゃないかなと私の方は思っています。で、それからパリーグは、ロッテか、楽天ですね。優勝回数はそれるという話ですね。これはもともと私が1998年ウルツラーバーグ勤務時に当時の皇室の人たちや、当時の、まあ大臣と、さまざまな方、意見同じです。最終的な形は天皇陛下の判断だったんですけども、意見、揃っています。で、まあその辺のところは理由は一つだけじゃないんですよ。エネルギーの残存量問題にも関わってくる部分がありますんでね。一つの球団だけが勝ちすぎると、そこは、資金が潤沢になり、各地方に、ね、余計なスタジアムを、作ってしまう、こういう傾向があるんで、まあ、優勝回数を揃えて、本当は横浜ベイスターズも球団所有で横浜スタジアムを、しっかりと土地ごと自分たちで所有して、固定資産税払ってと、そういうふうにね、動いてもらわなければなりません。だから優勝旅行とかで海外とか行ってるチームがね、世の中のことをよく分かっていないということになってくるんですけども、まあ、私は海外旅行行っていません。だからどこの球団もお金の動かし方なんですけども、大きく間違えてるところがたくさんあると。だからまあ、いろんな方向性からの話、結局できますよ、私の立場であれば。今まで試合の勝ち負け、ワールドベースボールクラシックに関してもそうですけども、私が行っていて、勝っていると。まあ、そういう要素がやっぱり大きいです。で、それに対しての、不払い、が発生していると。もうこうなってきたらどこの球団も頭が上がらないと。まあこういうふうな形になります。で、やっぱりその優勝回数を揃えるとか、そういった形のところでね、しっかりと、賛成していただいて。ただまあ勝ちすぎてるところは下の方の順位、やっぱり最下位の数も揃えなければなりませんので、まあその辺のところは、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。元 OB の方たちとか。まあ今日もね、試合開始時間18時15分から阪神タイガースと読売ジャイアンツの試合で、まあ他が、横浜ベイスターズの試合が先ほど見た18時30分からでしたね。ですのでまあちょっとね、時期季節的に考えたとしても、なんか変でしょう。春休みだとはいえ、外が寒いかどうかなんですよ。確かに今日は気温暖かいですよ。だけども夜ともなればね、で、試合が終わる時間が遅くなればなるほど今の時期は、まあ、寒いと。まあ、ドームなんかエアコンなんか使えたらもってのほかですからね、エネルギーの残存量問題的に。まあ、今日の気温だったら、冬の、真冬の格好をして、球場にいれば、まあ、大丈夫なんじゃないですか。エアコン使わなくても。どうなんですかね、東京の方は。気温、今日、最高気温20度以上はあったと思うんですけども。まあ、今日の悲しみを乗り越えて、淡井圭介は強くなると。まあ、自分でも言葉で言っておいて。まあ、今日描いた頭の中での内容とか言葉の内容とかそういったもの、心の中とか思ったことが、そういったことが全て、実現できると思っています。
ということで、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。